はい、顔が見えてないんですけど、はい、皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほとにんにんです。はい、ということで今回もですね、今回はねドンキで買ってきた購入品紹介を紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、今回はねメガドンキホーテに行ってきました。はい、行ってきたって言っても食品コーナーだけなんで、今回は食品コーナーで買ってきたものをですね紹介していきます。はい、なので食べ物ですね、食べ物です。犬のねおやつを買いに、白黒のそうおやつ買いに行ったんですよ。やっぱでも行ったらドンキホーテが安いんで、そう行ったらね、はい、買ってきてしまいましたということで、はい、紹介していきます。はい、はい、リミちゃんの方からどうぞ。はい、リミちゃんどうぞ。何それ、なんかくっついてるけど、ちょっとアップにしようとした、アップに、はい、編集でアップにします。見てくださいこれこれね、一つの製品じゃないですよ皆さん。まず上がこのね、チュールタワーって言って犬のご飯ですね。はい、チュールのタワーです。これ初めてね、買うっていうか、リミちゃんがこれを買いたいっていうので買ってきました。今度あげたいと思います。はい、次にね、このカフェオレです。カフェオレはリミちゃんが飲み用らしいです。リミが最近このカフェオレにめっちゃハマってるんだよね。そうなの？そうなんだ。そう、最近ずっとコンビニでもね、これを買うの。あ、確かに買ってるかもしれない、ハマってんだ。はい、卵納豆、これはもうね必需品とも言っても過言ではない。はい、これは本当にお人気だよね、卵納豆。そうなの、本当にね。みちゃん、いちご大福マジ？え、ちょうだいじゃん。あ、待って、お菓子か、じゃあいいや。はい、次ミミちゃんの作るお菓子です。好きだよね、はい、ほんとね。ピザパーティーとたこ焼き&お団子、すごい、なんかすごいの買ってきたね。すごいでしょ。すごい、うん、ね、ね、でもすごいね、美味しそう。にゃん、はい、カプリコ、リミのね、もうこれもリミの必需品でも言っても過言ではないよね。はい、必ずね、買います。なんか必ず買う気がします。はい、これはね、ママが買った紅茶ラテ。はい、最近ね、毎日は飲んで、あ、毎日っていうか前はガブガブそれ飲んでたんだけど、最近ちょっとだけ飲むようにして。もうこのシリーズ好きだよね。好き、なんか濃厚で美味しい。そうなんだ、なんか私コーヒーの味、あのコーヒーのうまさとかちょっとそうだよね、よくわからないから、うん、逆にえってなっちゃうから、コーヒー飲まないよね。だからそんなにわからないけど、うん、いいや。はい、これはですね、これママが買いました。ザバス、タンパク質がいっぱい取れる、そうなんかプロテインが入ってる、はい、バニラの飲み物ですね。はい、だからこれさ、ほらそういう筋肉ムキムキな人とか、うん、別にムキムキにするために買ったんじゃなくて、なんとなくタンパク質不足だなって時に飲もうかなと思って。別にママが筋肉ムキムキ目指してるわけではないので、そうそうそう、そこだけは、はい、はい、逆にね、あのね、脂肪タプタプさんひどいよ、それ言わなくてよくない。はい、はい、次、はい、続いては、あ、これはですね、最近リミなんかこういう系のにハマってて、牛乳にね、なんかストローになんか味がついてる玉みたいなのがいっぱい入ってるやつのいちご味ですね。はい、最近これ今日も飲んでましたし、最近ハマってるらしい。そう、この前カルディで買ったやつがあるんだけどね、はい、もうないんだって、あと1本で。あ、そうなんだ。はい、続いてはサキイカです。サキイカはなんかリミちゃんとパパがなんか映画見るときに食べるらしいです。今日の夜映画見るそうで二人で。はい、はい、はい、続いては、トッポギチャプチェ。これは、はい、これはなんかママがね、おいしそうって言ったやつです、うん、これ多分夜ご飯とかに出ると思います。そうだね、でもね、これ 2,3 人前しかないから4人で食べるとほんのちょっとずつかもしれない。いやでもこれぐらいがちょうどいいと思うよ、ダイエッターには特にだね。いや、ママ全然ダイエットしてないけどね。え、年中無休ダイエットしてるんだ。そうだそうだ、年中無休でした。あれ、すいません。はい、すいません。続いてはすき焼き風春巻き。これはね、はい、サラダに名前に惹かれて、はい、名前に一目惚れですね。そう、美味しそうだなと思って、ママがね、え、美味しそうちょっとやめてよ、そのやつ。え、美味しそうはい、一目惚れですね。はい、ママはね、
っとね、食のね新しいのにはね弱いからね、うん、そう、なんかドンキでなんか見たのが初めてだったから買いました、はい、続いてはね、そう、これを求めにドンキに行ったって言っても過言ではない、この我が家はこれをカミカミって呼んでるんですけど、カミカミ犬がカミカミで食べるからカミカミなんですけど、犬にもカミカミって言ったら反応するようになってるんですよ、うんうん、それぐらいもうずっと食べてて、アキレススティックっていうね、うん、これがね美味しいっぽくて、うん、うん、そうそうそう、これをね、はい、もう0歳の時からかな、もうずっと食べてますから、うん、本当に、はい、次、続いてはね、うん、お餅でございます、大福で、これがね、うん、パパが買ったあんこ餅、塩のね、あんこで、はい、これがいちご大福、これしほとママです、後で食べようね、一緒に、そうだね、美味しいよね、いちご大福、いちご大福美味しいよね、美味しいです、はい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 、続いては、はい、コッペパンです、え、待って、ママのコッペパン、コッペピャン、コッペピャン、ね、若いんじゃない、コッペパン、コッペパンですね、ママもそうです、あ、うん、うん、はい、うん、ね、仕事じゃママでね、明日食べます、はい、色気が良く優しいおばさみ引き上げました、はい、はい、続いて、おばさみはもちろん、続いてはね、こちらのね、アンパンマンの中ミニスティックスナック、スナックです、これはリミちゃんの朝ごはんです、リミちゃんがね、リミ何気にアンパンマン好きなんですよね、はい、私何気にプリキュア好きなんですよ、いまだにね、いまだにね、はい、ということでナイデーす、はい、以上ですね、うん、まずあのリミの方の袋は終わりです、次にね、私の方にある袋の方を紹介していきます、せいやと、はい、まずは、海苔です、味付け海苔、味付け海苔って美味しいよね、大好き、意味とかがよくバリバリされね、はい、買いました、まだあるかな、続いては机がいっぱいになってきたね、ね、これはなんか、あ、それはもう豚肉のね、切り落としってなんかお肉です、そうそう、それはお肉です、このお肉のさ、うん、なんか安売りのやつ美味しくて安くていいよね、そうね、はい、入ってるから冷凍して使ってます、はい、で、続いてはね、はい、キット買いました、あ、そう、これね、お菓子のキットなんですけど、これね、割引でこれ300円でこれが500円なんです、安っと思って、多分バレンタインの売り残れかなと思って、そうですね、もうホワイトデーも近いし、うん、すごい、だから今度ほね作りたいなと思って、お菓子好きなんです私、こういうなんか甘いもの甘い、リミのね、こういうお菓子じゃなくてこういう、うん、こういうのが好きなんです私なんか甘いものが、はい、作ってくださ い、ね、今度ケーキとカップケーキを作りたいと思います、はい、うん、あとね、このね、なんかバスラボって言ってパパが買ってました、なんか濃厚リンゴだって、このリンゴ、リンゴすごいね、お風呂がリンゴになります、リンゴの匂いに、お風呂リンゴになっちゃう、はい、で、ラストはラスト、最近私がハマってるやつです、じゃん、ということでラストはね、レモンティーとアップルティーでした、しかもこれね、大人の紅茶って言って、カロリーと糖質とカフェインがゼロ、よくない、ゼロってよくない、なんかでもなんかすごい安かったよね、なのにしっかり美味しいって書いてあって、しかもなんか激安みたいなとこにあって、何円だって67円、68円とかだっけ、そう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 、なんかすごい安かったよね、すごい安くて買いました、2本、はーい、飲みたいと思います、はい、はい、ということで以上ですね、はい、まあただの無駄遣いですね何が娯楽のためのものですねそうですね、はい、まあね、日曜日、あ、土曜日なんで、はい、はい、休みの日やってたまにはね、こういうお買い物もたまにはね、このお菓子作りのキットとかね、はい、そうそうそう、いいと思いますよね、みぎん、
てたんだ。ああ、たたんだ、ありがとう。たたんでくれたのね。そう、ゴミ袋にね、使えるからね。はい。はい、ということで今回はね、メガドンキホーテでの食品コーナーで買ってきた商品を紹介してみました。うん、ということで、はい、それではバイバーイ。グッバイシーユーネクストタイムシーユー。本当に最近あの紅茶にハマってます。あいや、バイバイ。バイバーイ。隠れ蓑の術。